今回は人生から失敗はゼロになるという本を読みましたので紹介させていただきます。はじめに、今日から失敗がゼロになる生き方、最悪な状況でも私が案外平気でいられる理由、人生を夢と希望と幸福感で満たす方、一章、誰からも嫌われない人は結局誰からも好かれない、人として強く楽しく生きる方、他者のために戦うとき人は最高に強くなる、空気を読んで何をするかで人生決まる、強くタフに戦う力の作り方、空気を壊すことがいる組織は間違いなく強い、情報ガラスパゴス社会、日本で生きる心得、私には必然的に恐怖心がない、その理由、人生の財産は人のために戦ってこそ手に入る、圧倒的多数の相手にさえ勝つ方、異論は無難な一般会に勝つ、少数派だから勝てる時代になった、新しい成功法則、あえて少数派になる、40代から絶望感と無縁で生きる方、もう一つ上の自分になる方、人から嫌われるくらいの個性こそ力になる、大魚は群れない、雑魚ほど群れる、アイルランド人の生産性はなぜ日本人の倍以上、群れると人は確実に劣化する、意外な盲点、自分に正直に生きていれば誰かからは嫌われる、人から信頼される人には一つ共通項がある、二章、人は人と違っていることに価値がある、組織人として自分を磨く章、組織人として最高の自信をつける方、自分を自分以上に大きく見せない、それだけ、私が組織でストレスを感じたことがない理由、審判は自分というプロ意識、自己鍛錬、嘘を自分に許さない、自分は結局自分以上でも自分以下でもない、職業人として個性で勝負する方、行動の差がそのまま人生の差となる、これからは人とどれだけ違っているかが価値になる、自分自身に満足する生き方がある、アウェイのチームを応援するスピリット、人生多少変人と思われた方が得をする、三章、10人と会えば必ず一人味方がいる、人間関係に恵まれる章、信頼関係、特別な存在になる方、相手が困っている時こそ力になる、いつ相手の力になるかで人間関係は決まる、人情の機微をつかむ方、新しい仕事は必ず新しい出会いから始まる、対立関係、批判を自分の力に変える方、何も行動しない人は誰からも批判されない、批判と悪口を見分ける、人生ここで差がつく、上杉流、反論を活用する方、批判が叱咤激励に聞こえる環境、人間、批判されてこそ本物、4章、その人のレベルは話のレベルでわかる、仕事で確実に結果を出す章、話す力、人と仕事を的確に動かす方、結果を出す人は相手の回路を確認して話す、話す能力はビジネスの能力に直結する、アメリカ人が恐れるものトップ5でわかること、話が上手な人は伝えたいことだけを話す、印象に残る話はどう話せばいい、力のある政治家ほど沈黙を上手に使う、一番後ろの人に向かって話すというコツ、議論する力、会議の生産性を最高にする方、生産的な組織は必ず生産的な会議をしている、組織のレベルは会議のレベルでわかる、結論をすぐ出そうとしない会議の基本、陳腐な結論より多様な意見に価値がある、有能なリーダーはあえて反対意見を言う、会議の質は反対意見の質で決まる、5章、多くを語る人が多くを実現する、自分にイノベーションを起こす章、夢を一つ一つ全て実現する方、人生のチャンスはいつも突然やってくる、心の中の凍った海を打ち砕く斧を持つ、夢を口にした瞬間必ず何かが変わる、100人に夢を語れば一つ実現する、自分の能力を最高に成長させる方、
想像力がある限り、人も企業も進化し続ける。ディズニーランドの永遠に成長する仕組み。イノベーティブなチャレンジを続ける方。成長プラス進化を DNA にする。オフェンスこそ最強のディフェンスになる。出る杭は打たれる。だから成長する。出過ぎた杭となれば、もはや打たれない。6章、能力のある人ほど異論、反論を好む。考える力をつける章。正しく物を見て、正しく考える唯一の方。世界は私たちが考えている以上に先に進んでいる。人を正当に評価する能力を磨こう。多面的に物を見る、正しく考える方。反対の意見を知る、正しく物を見る方。人は異論、反論を知るほど成長する。正しく上手に金と付き合う方。やるべきことは経験に対する投資。新しい価値観と出会えるかどうかという基準。その国の力はその国の最高級ホテルでわかる。金の本質。自分の金は自分だけのものではない。仕事とはそもそも魂ではないか。7章。人生、いい時も悪い時も財産となる。今日、心楽しく生きる章。どんな時も前向きになれる方。厚い雲の向こうには必ず太陽が輝いている。悪い時があるからこそいい時がある。どんな絶望感も結局雲に過ぎない。未来のどこかにある太陽を見つける。一日一日を楽しく明るく生きる方。退屈な仕事も楽しんでやれば楽しくなる。退屈な仕事を楽しくするのがプロ。人生の財産を増やす方、仕事を楽しむ。人生にはジョークで救われる瞬間がある。はい、以上になりますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。